ねと思ってるし、当時まあ育ててあげたっていうか取引して発注してたっていう多分そういう感じの、で持ってる会社さんも多分多いと思います。逆にエルビアからすると多分日本企業にいろいろやっていただいてここまで来れたんだっていう多分思いも あると思うんです。だから本当はまあ日本からそういう会社出てきてても全然おかしくなかった。そうそう、いやそうだ、マイクロソフトの Windows もそうで、最初だからその MS-DOS とかその時代からその NEC だの富士通だの、うん、いろんな日本の会社と取引があって、うん、一番売ってたの日本の法人ですからね、うん、日本の法人の営業力が強かったんで、うん、まあ、それによってあのマイクロソフトという会社はすごく大きくなってきた部分もあるんで、インターネットの時代っていうのはプラットフォーム、その水平分業の中で一つのレイヤーの中であの過半数のシェアを取っていくゲームなんですよと、うん、いうことがよく分かってなくて、うん、ガラケーの時代までなんか垂直統合でやっちゃってたっていうところはやっぱり良くなかったよねっていう、うん、逆に言うとポテンシャルはあるってことですよ、うん、そこのただマインドを変えるだけの話なんでね、うん、そういうふうに考えると意外とチャンスはあって、うん、まあ、例えばスマホの中に入ってるセンサー類、MEMSって言われる半導体の技術で作られた各種センサーなんかは日本の企業はかなりシェアを持っていたりとか、うん、今後その推論のプロセスで言うとおそらく巨大な電力が必要になってくるんで、核融合発電とか、まあそういったところが一つ勝てる分野ではあるのかなと。で、核融合っつったら超電導磁石かレーザーなんですけどね、まあ有力なのは超電導磁石による磁気閉じ込め方式って言われてるんですけども、その技術も超電導技術は世界トップランナーですから、日本が。なんでかっていうとリニア新幹線をやってるからなんですよね。だからリニアが止まると困るっていう、これ全部ねサプライチェーンにつながってますからね。これ松尾さんから見てその NVIDIA みたいな会社が日本が出なかったっていう背景としてやっぱどういうことが今まであって、で今後どうやったらそういう企業が出ていく環境になれるというふうに見てらっしゃいますか。いやー、まああんまりポリティカリーコレクトじゃないかもしれないんで あれなんですけど、やっぱね、はい、江副さんと堀江さん、はい、だと僕は思ってますよ、はい、あの江副さんいたら多分検索エンジンとか日本から出てたんですよ。でもそういうのをやっぱりなんか許容しないっていうか、うん、そういうふうに変わってるっていうのが なかなかこう、うん、社会全体が変わらなかったっていう、うん、でまあようやく東大も変わってきて、まあやっぱり20年遅れぐらいなんですよね、うん、本来に比べると、うん、まあそれを言うなら、まあおそらくメディアの支配なんですよね、はい、だからまあ僕は全てが地上波マスコミの問題なのかなと思っていて、うん、だからあまりにも地上波マスコミが人間の行動を割とこう規定していたというか、国単位じゃないですかメディアの免許って。例えば長崎県の対馬でに住んでる人がもう本当目の先にある韓国の釜山で起きたなんか悲惨な事件とかがあったとしても、やっぱ国内の事件に比べ、東京とかでそれが起こったとに比べるとショック度合いが違うんですよね。それぐらいメディアってその空間的な距離とかその短さとかあんまり関係なしに情報操作するんで、だそこが結構僕は大きかったのかな、メディア支配の部分でなんか変わっちゃったなっていうのは、なんかなんか分かんないけど NHK がプロジェクト X って番組また復活させたじゃないですか。だからプロジェクト X なんですよね。なんか日本国内ですごいプロジェクトを血みどろになってやりましたみたいなところで、インタビューアーもなんか技術的な凄さとか一切語らずに、なんか家族の物語とか、お父さん毎日なんか帰ってこなかったけど寂しくなかったのとか、その物語にしちゃうんですよね。でもそれは何でかっていうと視聴者の大半がそういうとこしか分かんないから、そういう物語にしちゃうんで、なんかそこは違うのかなっていう、そういった部分での本質的なスターみたいな人たちに対してそれを大事にするみたいな文化は必要なのかなと思いますけどね。まあそうは言ってもね、危機感があの広がってもう変わんなきゃってなってきていて、まあようやくですけど、そういう意味ではあのいい感じなんじゃないですかね、うん、まあオセロがこうパタパタ倒れるように、うん、はい、やっぱり変化していかないといけないって思う人の割合が僕はどんどん増えてるじゃないかなと、はい、それと相対的にマスコミの力が落ちてます、うんうんうん、あ SNS で、うん、もう今だって家にテレビがある人が少なくなってきてるから、うんうん、先ほど本当松尾さんも今こう変わってきてるっていうお話だったんですけど、やはり同じような風に感じますか。やっぱりその世界がそういった、ね、スタートアップを中心にイノベーションが起きていて、うんはい、
でいろんなテクノロジーをベースに世の中変えていこうっていうところからどんどん大きなビジネスが生まれてるっていうのも目の当たりにしてるので、日本の大企業でもやっぱ変わらなきゃいけないって思ってないところはほぼないんじゃないですか、はい、ただそのやり方がどうやるかとか、本当に若い人に権限移譲できるのかとかいうのはありますけど、それは本当あの松尾さんの研究所ほか、まあ、そういった人たちが今こう担いつつあるこの状況っていうのをこうもっと盛り上げていきたいっていう、ね、まあ、そうですね、まあ、エコシステムを作ってるつもりなんですけど、まあ、今松尾研修編ではまあみんなスタートアップを作って当たり前って感じになってますし、成功する人がやっぱり出てくると、みんな悔しくなるんですよね、自分もやんなきゃっていうので、まあ、それがあの広がってきてるっていうのはありますよね。今その中でこう今後こんなことが実現されていくだろうとか事例だったりとかってあったりするんですか？いや、ですね、まずその今のチャット GPT とか LLM の技術だけでもいろんなことができるし、もっともっと変わるので、あのすごい面白いですよ、例えばインターネットっていうのができて、それがいろんなアプリができていろんなサービスができてって本当に変化があの起こりきったのって、まあ、やっぱり10年とか20年とかかかってるわけじゃないですか。だから一つのキーテクノロジーができてそれがまあ普及していく、いろんな形でそのビジネスになってサービスになっていくっていうのは時間かかるんで、チャット GPT とか LLM まだ全然できてないんですよ。なのでそれだけでも多分すごい面白いことがいっぱいありますと。でその先にはまた技術が進化していくし、それから堀江さんおっしゃられたように そのまあそもそも脳ってニューラルネットワークでしょっていうことなんで、まあある意味その人間の知の考え方だとか人間社会とか言語に対する捉え方っていうのがこれから変わっていくんですよね。で今までは人間の脳をある種のブラックボックスとして扱って、でそこは分かんないとした上で例えば人の意思を尊重しようとかですね、あのまあ選挙に行こうとかやってたんだけども、この中の仕組みが分かってきたときに、じゃあそれに対して、まあどういうふうな社会の仕組みにしていくんですかとか、あの、いうことがもう一回捉え直されるっていうことがこれから起こっていくはずなんですね。そこはめちゃくちゃ面白いと思うんですよ。じゃあもう人間の捉え方が変わるって、どうなっていくんですかね、もう全然分かんない。めちゃくちゃ面白いと思います。みんな分かっちゃうから、それに対する答えを準備したりできる。そうですよね。まあなんかいろいろアシストしてくれると思うんですよ。だからその、頭があんまり良くない人のことって分かりづらい。足が遅いとかは分かりやすいじゃないですか、見た目ですぐ分かるから、だけど大体みんな見た目一緒なんで、その例えば境界知能の人とか分かんないんで、だそういった人たちのアシストとか、そういったところもできるようになってくるのかなっていう、その知的な生活が、そうですね、そこのアシストって結構僕問題だなと思ったんですけど、まあ、例えば詐欺の電話がかかってきて、それに対してなんか1000万円払っちゃいますみたいな人がいるわけですけど、それはもうなんかそうじゃないよって教えてくれたりとかっていうのはあるかなと思います。ということで、あの神谷さん本日いかがだったですか？でもう最後の松尾さんの AI が進むにつれて人間が逆に明らかになっていくっていうところがどうなっちゃうのっていうのが本当に怖いですね。神谷さん意外と怖い系ですよ。怖い系です、ね、怖いってのは分からないものだから怖いって思うわけでしょ、はい、意味分かんないんだよ。だってなんかでも感情も持ち始めてるんですよね、確か。感情とかも、いやだから感情ってそもそも何なのかみたいな話になるんですよね。そうだから感情的に喋ってくださいって言ったら感情的に喋ってくれますから。で通常は進化の過程においてその自己保存するとか再生産する、まあ、自己複製するみたいなののサブの目的関数として感情って、まあ、あるだから、なんか美味しいもの食べると嬉しいとかですね、なんか殴られると痛いとかムカつくとかいうのは、まあ、そういうふうなサブのゴールを置くと生命としてまあ、適切なことができるよっていう、まあ、ベースは人間の場合もっといろいろありますけど、っていうふうに考えると、じゃあ AI 作った時にこれ生命じゃないじゃないですか。でそうするとなんで起こる必要があるんだっけみたいな感じになるんですよね。ただそのリソースを例えばあの振り向けないといけないから、あのこっちのリソースをこっちに、置くと こちらが、減るみたいなので焦るとか、いうのあるかもしれないし、あと好奇心みたいな、要するにデータの探索をどのぐらい重みづけるかみたいなのはその人間でいうと好奇心に近いよねとか、そういうのもあの分かってくるっていうか、まあ、そんな感じだと思います、分かってきちゃうのか、まあ、そうそう、だから身体と接続されてないのが一番大きいですね。まあ、よくだから僕昔の人が心臓心の臓器っていうふうに表現したのはあながち間違ってないなと思って、だから緊張したりとか焦ることがあったりとかする、ムカついたりすると心臓ってバクバクするじゃないですか、ものすごい連動してるんですよね、感情と。だからある意味心の源は心臓にあるのかもしれないっ
って思ったりもしますよね、まあ、人間の場合はやっぱりその生命に紐づいた知能なんで、まあ、そこがかなり連動してるし、結局アクション行動に移さないと意味がないので、身体性に紐づいた知能っていうふうにはなってますけど、まあ、AI の場合そこは別にあの制約ないので、いろんな形がありえますよね。そう、そこも柔軟に接続できますよね。面白いですね。わざわざ人間っぽくしなくてもいいよねみたいな。松尾さん、本日改めて堀江さんと話してみていかがだったでしょうか。今日はですね、まあ、堀江さんと久々に話すっていうことで、はい、なんか堀江さんと話すといつもですね、なんかあんまり話そうと思ってなかったことまで話さされるっていう。いつもそうなんで、今日も多分ね喋っちゃうんだろうなと思いながら来たんですけど、まあ、やっぱり喋ってしまいました。堀江さんいかがでした。いや、面白かったです。はい、勉強になりました。ということで、また来てください。ありがとうございます。本日もありがとうございました。ありがとうございました。